水谷豊さんといえば、ドラマ、相棒。右京さんという名前で、人気俳優は、皆さんも、よくご存知のことでしょう。1952年、昭和27年7月14日の生まれ、現在71歳。日本の俳優で、歌手でもあり、映画監督としても活躍されています。奥様は、キャンディーズとしてご活躍された、伊藤蘭さん。伊藤蘭さんは、1955年、 昭和30年1月13日の生まれ。現在68歳。日本の歌手で、女優としても大活躍。元、キャンディーズのメンバーで、愛称は、ランチャンで慕われたキャンディーズ時代。1972年には、NHK の歌番組、歌謡グランドショーのマスコットガールの、オーディションに、田中よしこさん、藤村美希さんと共に合格して、この3人で、キャンディーズとして、 グループを結成キャンディーズの名前の由来は NHK の当時のプロデューサーが食べてしまいたいくらい可愛いいという思いから名付けられたそうです驚きますねそんな水谷豊さんと昭和の伝説的アイドルキャンディーズの伊藤蘭さんと結婚のきっかけが気になります1983年から1984年に2人でのドラマ事件記者 チャボに共演ささされたたこともあったそうです水谷んんは伊藤さんが3人組のアイドルキャンディーズのメンバーとして活躍していた頃からのファンだったそうで初めてランさんに会ったのは水谷さんが23歳の頃で傷だらけの天使が終わった後週刊平凡の表紙の撮影だったそうです共演した俳優の水谷豊さんと6年半の交際期間を経て 1989年1月に結婚されランさんは水谷さんから1988年11月にプロポーズを受けハワイで挙式1989年1月にハワイのホテルで記者会見を開いたその翌年の1990年長女の朱里さんを出産そんな娘の朱里さんは2011年に女優デビューされましたまた水谷豊さんは フジテレビ系で放送された。のりたけ、ふみや、ひろみの突撃。仲間のスターン家で。娘の、女優のゅりさんへの思いを話した。この日は、水谷さんと木梨のりたけさんが、歌手の森山良子の小淵沢の別荘へ行くことになり、森山さんの義理の息子となる小木弘明も同席された。そこで話が、家族の話題となり、水谷さんへ、娘のゅりさんについての質問が飛んだ。 シュリさんは21歳でテレビ番組3年 B 組金八先生で女優としてデビュー4歳から始めたバレエの素養を活かし NHK の朝ドラブギウギのヒロインにも決定した芸能界入りについて父親としてこんなことを話されていた本音を言うとシュリには芸能界に入ってほしくなかったこの世界どんな男がいるかわからないし それに、天国と地獄を味わわなきゃいけない。シュ里が、子供の頃から、こっちに来ちゃダメ、と言い聞かせていた。シュ里が、大学時代、母のランの舞台を見に行って、興味を抱くようになったみたいで。僕には言いませんでしたが、妻のランにはその思いを打ち明けていたみたい。やってみなければわからない、世界なんだけれど、地獄と天国が待ってるしと。シュ里さんの芸能界に入ったことに、父親として、心配を明かされていました。 木梨さんが海外留学やバレエでそれが帰ってきて生きてくるねと言うと水谷さんは中学でイギリスに行きたいと言い出して周りからどうして一人娘を出せるのってでも娘が行きたいって言うからと娘首里の意思を尊重して中学で海外留学に出した心境も話した森山良子さんはすごい意思ね中学で言うなんてと驚くと木梨さんは 言ってきなさいお金ならあるからと水谷さんこからかい水谷さんはそんなこと言ってないよと笑って否定したそうです本名は水谷朱里1990年9月21日の生まれ現在33歳血液型は大型職業女優著名な家族には父は水谷豊母親は伊藤蘭 シュリさんは、将来は、スーちゃんみたいな女優さんになりたい。朝ドラ、2023年、ブギウギのヒロインでご活躍されています。テンポよく進むストーリーの展開が巧みで、この先どうなるんだろうと、ついつい見てしまう、ドラマ作品です。笑顔の可愛いいシュリさんで、父親の水谷豊さんにでしょうか。NHK の連続テレビ小説、ブギウギのヒロイン、花田鈴子の役で、シュリさん。 笑う角には福来る NHK ブギウギドラマブギウギは2023年10月2日にスタートする NHK 連続テレビ朝ドラ小説で戦後の大スター笠木静子さんがヒロインのモデルになったヒロインは女優の趣里さんが務め脚本は足立真さん音楽は笠木さんの東京ブギウギを作曲した服部良一さんの孫 ささんが担当される武器の女王と呼ばれる笠木静子をモデルにしたドラマで中でも素晴らしく綺麗なラインダンスに驚きました大勢の踊り子が一列に並んで足の動きなどを揃えて踊るダンスでセンターで踊っていた趣里さんのラインダンスが可愛くて素晴らしかったそして迎えた公演当日鈴子たちは麗子の悲願だった ラインダンスを披露。解雇とストライキ、そしてスターの対談という危機を乗り越えた劇団員たちが、晴れやかな表情で一し乱れぬラインダンスをステージ上で展開すると、放送後も反響が相次ぎ、ラインダンスすごい。綺麗。あのラインダンス、私も見ていて鳥肌が立ち涙が出たの、初めて出す。見事なラインダンスでした。朝から 冒久といった投稿も集まっていたそうです。放送後には、ブギウギ公式 X にて25万を超えるアクセスを記録するなど、大反響を呼んだ。また、今年2023年10月2日の月曜日から放送の NHK 連続テレビ小説、第109作、ブギウギの新たな出演者に草薙剛さん出演された。草薙剛さんは、このドラマ出演に、 こんなコメントをされた初めての朝ドラ出演で昭和の作曲家、服部良一さんをモデルの役に演じさせていただきます。皆さんに楽しんでいただける作品になるよう、服部さんの楽曲を聴き、収録に臨みたいと思います。僕自身も昭和の時代を駆け抜けます。と意気込みを明かした。また、ヒロインを演じる朱里さんからのコメントは、草なぎさんは、 私が物心ついた時から、ドラマや、お芝居を拝見していて、尊敬する俳優の一人でした。今回、初めてご一緒できると聞き、本当にワクワクしています。台本の、羽鳥先生のキャラクターがすごく素敵で、草薙さんが演じる姿を想像するだけで、最高に面白いものになると感じています。羽鳥先生も、鈴子も、音楽を愛していて、心から楽しむことが共通していると思います。 指定として通じ合う二人を草薙さんと演じていけることに心躍る思いです。こんなことをコメントされた。最後までお付き合いいただきありがとうございました。また、皆様からのご意見やご感想などもいただけると幸いです。ありがとうございました。